はい、どうもこんにちは、ちりこです。さつちびです。私が楽しければあなたも楽しい。今日も撮りくる動画頑張っていきたいと思います。さあ、新しい決戦来ました。こちらのマゼラン&ハニバル、こちらのアルティメイト、初見ですがちょっと行ってみたいと思います。それでは行きましょう。はい、こちらのパーティーで行ってみたいと思います。さあさあ、どうでしょうかね。行きます。はい、行ってみましょう。さあさあ、どうでしょうか。3ターンごとに灼熱だかな、おそらくダメージがあると思います。本当に片栗なら、まあ、大丈夫かなと思うのですが、一応マルコをね連れてきて、ああそっちじゃん、ああいいか一応マルコで回復できればなと思いました。5、6、3、結構だな。うん、結構ですねなかなか結構食らいますね。よしよし。それで、うん、片栗はね、これがねありがたいですよね。うん、3点。もう溜めて溜めて慎重に行きます。もう本当にしっかり溜めてます。ちょっと
ったりとか、嫌わずに。あ、もう大丈夫か。もう大丈夫ですね。よし、じゃあちょっと行きましょう。お、何これ。そう。どうしよう。とりあえずハンニバル倒した方がいいかな。誰を優先した方がいいのかな。いや、食らう食らうなぁ。これは、だってだってね、どうしよう。ハンニャマル、攻撃ね、食らえますもんね、これ。これで耐えられるかな。マルコはあんまり使いたくない。これで耐えれるかな。あ、よかった危なっ。これで、攻撃が来てたら。いやー、危なかった、これ。次がダメージかな。お、おぉ。なるほど。また？とりあえず攻撃して誰かの必殺技を使うしかなさそうですね。これで広まる？おう。危なっ。これで片栗使うしかないのかな。片栗使いたくないんだけど。これで飛ぶのかな。ちょいちょい飛ぶ？あ、飛んだ。よし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 。使うしかないね。すごいなこれ。すごいがっかり感。いやこれはすごい。これで今見てなかったな。一旦耐えてください。ギリギリ
ヒリヒリヒリ。危ないやー怖い怖い、これ毒、きっと毒ですよね。どうかな。何やまだボロボロ。あ、それ2ターンか。やっぱ毒だよね。え、スロットの影響、あ、そう、あ、そう、スロットの影響だね。ブレックは大丈夫。ダメ。どっちダメ。とりあえずちょっとブレックを使ってみます。もうわかんない。それで上のギザギザをなくさせて、どうなるかな。そっか、意味ないんだ。だからこれ、そうだね、ダメだね、片栗がダメなんだ。いきます、とりあえずこれでいってみます。じゃ無理だと思ってた。やったー、初見クリア。うわー、いやこれはね、たまたまですよね。運が良かったと思います。やったー、まあ、とりあえず初見でクリアできました。嬉しい。おお、はいはい、やったー。おお、やっぱ毒なんだ。いやー、なるほど。いやー、久々初見でクリアって、嬉しい。やりました。
なるほど。あ、まさかの、初見でクリアできると思いませんでした。これなんだけど、まあ、運も良かったですよね。うん。灼熱ダメージがあって、ね、たまたまなかったとか、いうのもあったし、いやー、びっくりしました。集会パーティーは、まあ、これじゃない方がいいですよね、きっとね。マルコは入れた方がいいかなと思うし、だから船長も片栗でいいのかな、どうなのかな。片栗だったから、回復できたんでね、こう、回を重ねるごとに。うん、どうでしょうかね。うん、はい。でも、良かったです。初回でクリアできて、そうなかったんだね、最近は。はい、とても楽しかったです。まあ、集会パーティーは、まあ、やりながら、いろいろ考えてやっていきたいと思います。はい、今日はこれで終わりにしたいと思います。チャンネル登録、まだの方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。本日も最後まで見ていただきありがとうございました。バイバイ。